はい。静か康おけの仮想通貨予報です。えっ、ー、と、今、ビットコインをご覧いただいてます。ビットコインの冷やしチャートです。ビットフライヤーの価格を見てますが、この前からずっとこの線変えてないんですけど、あの、トレンドラインとレジスタンスのところ変えておりませんが、えー、まさに今、 えー、この上値の抵抗ライン、レジスタンスラインをですね、上抜けられるのかどうかというですね、瀬戸際に来ておりますので、えー、こちらをご覧いただいております。ここ74万6千円ぐらいのところに今、えー、価格帯ですが、えー、ここを抜けられるのか、まあ、75万円とかそのいった価格、多分この今日のこのレジスタンスラインで言うと75万円ぐらいのところが、 えー、ここの、えー、レジスタンスラインになると思うんですが、ここを超えられるか、まだ、要は75枚の日定着できるかというところにかかってる。で、ここを超えられれば、えー、前から言っているところかと思いますが、書けるかなあ、書けない。<laughs> えっと、ですが、えー、こういう、えー、 方向性が見えてくるところなんですが、これがちょっと難しいっていうことであるとここの辺、えー、6月の頭の時のように上値を抑えられてしまってその後急落するっていうような形になってしまっています、えーまあ、この辺もまあちょっとレジスタンスラインまで届かなかったですが、えーまあ、その近づいてまた急落するここの辺も近づいて急落するっていう形になってますこれど、えー、上さかのぼるとも結構 高いところになっちゃうんですけど、こんな感じですね。はい。この高値までにこの二百いくらっていう高値までまあこの線で結ばれる形なんで。えー そういうちょっと信頼性もある。まあ、そ,そこの3点結ばれているところで、あの下での方もサポートラインの方も結構前からのところで、あのー、結んでいける線なので、結構意識されているところなのかなというような、えー、ところであります。というところでありまして、でちょうど、あのー、 転換線を上抜けた価格帯でもありますんで、まあ、もう一つ、えー、転換線がサポートしつつですね、上に抜けていきたいなというところが、このビットコインの今の状況です。であと一応下の方に、えー、とマクディを乗っけておきました。マクディがやっぱり、あのー、ここで赤い線が、黒い線を上抜け、ゴールデンクロスしたところ、 マクティングシグナルを上抜けしたところから、まあ、それなり堅調な動きになってきたなというところなんで、まあ、その辺もあの追い風になってくれるといいのかなというところですあと皆さん気にされる、まあ、き皆さん気にされるとか気にされる方の多い、えー、リプルですがちょっと何とも言えない感じになってまいりまして一応同じようにトレンドライン えー、トレンドラインを入れてみました。レジスタンスラインとサポートライン入れてみましたが、うん、なんとも言えないねっていうところなんですね。で、一応、あのー、いつもどり移動平均線も入れております、ねえー。7日30日、90日で、えー、入れておりますが、これを見ても別に、何かがっていう感じでもなくなってしまっているんで、あんまりこの <laughs>、 ちょっと今どっちに行くのっていうのが見えにくい状況になっているのかなというところであります、まあ、ちょっとこうリップル60円も定着できないようなので59円90銭とかにまでまた下がってきてるんで60円すらちょっとこう定着できないのでなかなか上値、ね、重たいんだなっていう印象ですねその辺 って言うとビットコインとかの方がまだ値、ね、動き軽いのかな？っていうような見た感じの、えー、印象です。でまお知りた系でちょっと見ていきます。と、あの一応均衡表もあんまり今。あのー？ なんでしょう有効じゃなさそうな感じでありますね。とりあえず、ちょっとオシレーター形式を2つ、えー、ご覧いただきましょう。上が、えっ、ー、と、ストキャスですね。ストキャスティックスです。えー、ストキャスティックスはパー %K、えっと、青い方が %K で赤い方がパ、えー %D。%D が %K を上のけということで、一応売りシグナル、まあ、安いところでの売りシグナルになるので、そこまであの信用できるかどうかっていうのはまたあれなんですが。 っていうところなのでまあ、うんんまあ、一応そういう感じかってど、そんなに積極的に買いに行けるようなところじゃねえなっていうところでありつつ、で下が MacD になってますが、MacD は、えー、青い方が、えー、MacD、赤い方がシグナルですね。MacD が、ね、ちょうど今、あのスマホでご覧になっている方は見にくいかもしれませんが、えー、MacD がシグナルを上のこうとしているタイミングでありますので、えー、MacD 的には買い。 というところなんです、ねまあ、お知りたけに指標ょご覧いただきましたが、まちまちの結果ということですんで <laughs> あの、これもなん,かなんか判断しにくいというところで、ちょっと、まあのー、リップルに関しては何とも言えねえというか、まあ、動きにくいで。なのでちょっと あの、それもあって様子見が続いちゃってるっていうところなのかなと思います。そういうことで言うと先ほどのあのビットコインとかそっちの方が動き出して、で、それにつられて他の通貨も動き、動き出すかなというところであります。まあ、ビットコインがレジスタンスラインを超えられるのかどうなのか、超えてきたときに、えー ま、そこを定着できるのか、逆にそのレジスタンスとしていったところを今度サポートラインに変えていけるのかみたいなところ。えー、そこまで動ければリップルもそこに追いついていけるかな。で、逆に跳ね返されてしまうようだとリップルもちょっと様子見が続くのかなというところかなと思っております。